日本ハム新庄監督が就任した時のスタメン、そして現在のスタメンの差がものすごく大きい、大きく成長しているということで見ていきたいと思います。まず2021年の開幕、まだ栗山監督の時ですね、新庄監督が就任する直前の開幕のオーダーです。1番センターに西川選手、2番レフト松本剛選手、3番指名打者近藤選手、4番ファースト中田選手、5番セカンドに渡辺亮選手、6番ライトに太田選手、7番サード野村選手、8番キャッチャー清水選手、9番ショート中島選手というオーダーでした。まあ、ここから新庄監督が就任する時になって大きくメンバーが変わりました。中田選手、太田選手、西川選手、この3人が退団となります。まあ、これまでですね、レギュラーとして活躍してきた選手たちがごっそり抜けたということで、2022年開幕こうしたオーダーに変わります。1番レフトに今川選手、2番センター浅間選手、3番セカンドに石井選手、4番ライトに松本剛選手、まだ覚醒前ですね、そして5番ファーストにヌニエス選手、6番指名打者に近藤選手、7番サードに佐藤龍生選手、8番キャッチャーに宇佐美選手、9番ショートに水野選手、新人の水野選手が入るというオーダーでした。まあ、こうして就任当初のオーダー見てみると、やっぱりこれでこうチームの順位を上げていくっていうのは確かにかなり厳しかったなっていう感じですよね。まあ、ヌニエス選手も、まあ、なかなかこう1年目結局活躍できずに退団となってしまいましたし、近藤選手が一人だけこう打撃レギュラーという感じだったんですけれども、まあ、1年後にすぐにソフトバンクに移籍となってしまいました。そして7番に佐藤龍生選手、まあ、西武にトレードで移籍となりましたし、まあ、8番キャッチャーの宇佐美選手もトレードで中日に移籍ということになりました。新庄監督はもう1年目では、まあ、優勝を目指さないと、まあ、そんなコメントでこう大きな話題、まあ、バッシングもありましたし、まあ、そして1年目はトライアウトというような感じで、もう勝ちに行くというよりは戦力を整えるようなシーズンと、まあ、1年本当に振り切ったような起用法になりました。もちろん1年目は賛否両論、まあ、どちらかというと、まあ、賛否のピの意見の方が圧倒的に多かったとは思いますけれども、そういったバッシングを受けることを覚悟で球団としての人気の向上、まあ、そしてチームの抜本的な立て直して強力なチームにしていく、まあ、この2つを両立させて進めていきました。そしてここからですね、新庄監督の打線の立て直しがすごいということで続けて見ていきます。2022年の開幕は、まあ、かなり厳しいオーダーとなりましたけれども、1年戦ってこうある程度はですね、スタメンでこう起用できそうかなっていう選手も見えてきました。2023年開幕が1番レフトに松本選手、首位打者を取った次のシーズンですね。そして2番ショートに上川畑選手、1年目から高い打率と好守備見せてスタメンに定着するようになりました。そして3番セカンドに石井選手、このですね、2022年のシーズンが石井選手にとってキャリアハイのシーズンとなりまして、2023年も3番で起用されています。そして4番サードに野村選手、2022年は100試合近く出て、そして打率としても2割7分クリーン、ホームランこそ6本ですけれども、まあ、ここからですね、こう主軸になるんじゃないかというところまで来ていました。そして5番ファーストに清宮選手、清宮選手も2022年ですね、2桁ホームラン初めて放ちまして、ホームランも18本出ました。新庄監督が就任してようやくこの清宮選手がレギュラーとして開花していくんじゃないか、まあ、そういった状況になりました。そして6番指名打者に中日から加入したマルティネス選手が入って、7番ライトに万波選手、万波選手はまだこの時点ではブレイクしていませんけれども、ブレイク候補という感じで開幕スタメンには名前を連ねています。そして8番キャッチャーに宇佐美選手、そして9番センターに磯畑選手が入ると、まあ、こうしたオーダーになりました。磯畑選手はもう新庄監督就任当初から大注目の選手だったんですけれども、2022年のシーズンも、まあ、故障でほとんどこう出場することができずに、まあ、2023年ようやく開幕スタメン名を連ねたという感じでした。そして2023年からの1年でまたさらにですね、1ランク2ランクこう打線が強化されたなっていう印象です。そして2023年も本当にいろんなオーダーが組まれたんですけれども、まあ、大方、まあ、平均するとこんなオーダーという感じで見ていきますと、1番ライトに万波選手、この万波選手が、まあ、初めてですね、この2023年のシーズン大ブレイクして、まあ、レギュラーとして台頭してきたという感じです。そしてセカンドに2番上川畑選手、まあ、いろんな打順で起用されましたけれども、この上川畑選手はこの2年目にぐっと失速してしまって、まあ、守備でも打撃でも成績が落ちてしまった形になりました。そして3番サードに清宮選手、まあ、清宮選手も2年連続で OPS が 0.7 超えまして、一応2桁ホームラン、10本ホームランも放ちました。完全なレギュラーという感じではないですけれども、こうやっぱりスタメンには定着しつつあるかなっていうところですね。
そして4番ファーストのマルティネス選手が、まあ、1年目こういきなり活躍しまして主軸に成長します。そして5番レフト松本選手、松本選手も成績は落としましたけれども、まあ、スタメンでこう中軸は打てるぐらいの成績ですね。そして6番指名打者野村選手、野村選手2023年は規定到達しましてホームランも2桁超えました。そして7番ショートには奈良間選手なんかも結構起用されるようになっていきます。石井選手の不調もありまして、まあ、二遊間は奈良間選手とか上川畑選手、あとは細川選手なんかも起用されるようになっていきます。加藤選手もセカンド起用多かったんですけれども、守備的な部分で、まあ、ちょっと厳しい部分があったり、まあ、打撃がかなりこうムラが激しいということで、まあ、終盤はこうなかなか出場機会が減るっていう感じもありました。そしてキャッチャー伏見選手 FA で獲得したんですけれども、盗塁阻止率そして打撃面ともに苦戦をしたというシーズンです。そして磯畑選手も打率としてはまあ2割強というような感じで、なかなかスタメン定着できなかったっていうところに加えて、まあ、盗塁もまあ17個決めたとはいえ6つ失敗があったり、まあ、あとは故障が重なったりと、こうなかなかですねブレイクしきれなかったというシーズンです。一進一退というような感じで、2023年良かった選手がちょっと失速したりもしていきながらも、やっぱり2023年のシーズンはこう戦える選手っていうのが増えていって、こうレギュラー争いがより熾烈になって、まあ、2022年の頃と比べるとまあ相当土台ができたなという感じでした。そして今年2024年作ってきた土台が一気に開花していきます。2024年開幕のスタメン見ると、1番センターに松本選手、2番レフトにスティーブンソン選手、新外国人が入りました。そして3番ライトに万波選手、4番ファーストマルティネス選手、5番サードに野村選手、6番指名打者新外国人レイエス選手、7番ショートに水野選手、8番セカンドに奈良間選手、9番キャッチャーに田宮選手と、まあ、こうしたオーダーになりました。キャンプからアピールしてきた水野選手が、まあ、新庄監督からレギュラーの一人というふうに明言されて開幕スタメンで出て、まあ、そして田宮選手、2023年のシーズンの終盤に開花の兆しを見せて、そしてそのまま開幕スタメンとなりました。そして2024年現在、こんなオーダーが組まれるようになっています。1番センターに松本選手、2番レフトに水谷選手、現役ドラフトから入って打率3割を大きく超えています。そして3番サードに郡司選手、もしくは野村選手がどっか入ることもあります。そして4番ファースト清宮選手が開幕からの不調が嘘のようにとてつもない活躍を見せています。そして5番ライト万波選手も、まあ、2年連続でしっかりと活躍してくれています。そして6番指名打者にレイエス選手、まあ、もしくはマルティネス選手がどっかファーストとか指名打者でスタメンで入ることがあります。マルティネス選手でさえもちょっと調子を落とすとスタメンを外れるというぐらいになってきています。そして7番熱海リニタミヤ選手、まあ、6番とかでも入りますけれども、打撃面が想定以上にこうものすごい成績で、そしてキャッチャーとしてもスローイング面含めて、まあ、かなりいい成績残してくれています。そして8番セカンドに石井選手、まあ、上川畑選手、まあ、両選手ともに今年はまあ想定以上の活躍してくれているかなっていうところですね。そして9番ショートに水野選手、故障での離脱もありましたけれども、ようやく戻ってきてくれました。現在は各ポジション、まあ、レギュラー争いが相当レベル高くなっていますし、他の球団であれば、まあ、レギュラーで出れるような選手がこうバックアップに回るとか、まあ、そういった状況も作れています。状態がいい選手が出ていく、そして、まあ、かなり激しいレギュラー争いが行われているということでですね、まあ、チームの状態っていうのもかなり良くなってきていますし、新庄監督就任から1年目2年目と最下位でしたけれども、3年目ついに A クラス入りが現実的に見えてきました。以上です。